耐震の研究はいつから始まりましたか？耐震の研究というものは、当然地震が発生をして、それによって被害が発生する、それをなんとか克服したいという考え方から進められますので、当然はるか昔から関心はあったということは間違いありません。しかし近代的な意味で、要するに耐震研究がいつ始まったかというと、それは日本では1891年明治24年の濃尾地震がきっかけになります。その当時、外国から優れた技術が輸入されて、日本の中では多くの社会インフラが建設されるようになってきました。その一つが鉄道になります。ここのある写真は、その当時新橋と神戸間で開通をしていた東海道本線が地震によって被害を受けた写真になります。すなわち近代的な技術をもって作られた構造物が地震によって破壊される、これが何とかこれを何とかしようというものが現代の意味での地震の研究、耐震の研究のスタートになります。また一方、耐震の世界ではジョージ・ハウズナー博士という研究者が近代耐震工学の父だというふうに知られています。このハウズナー博士は1910年生まれ、2008年に亡くなられました。この近代耐震工学の父という方は、今からわずか110年前に生まれたということになりますので、実は近代耐震工学というものの歴史はそれほど長くありません。我々は実はそれほど長い期間耐震に関する研究をしていないという事実をもって、これからもわからないことはたくさんあると、そういう意識で耐震の研究を取り組んでいます。